皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回も引き続き、各話を紹介していくわけなんだけど、ここからいよいよキカイダーとしての、物語の本番となる。え、じゃあ今までのは何だったの？キカイダーとダークロボット、さらには人間たちの織りなす、ドタバタな日常会みたいなものだな。いやいやいや、人が結構死んでるんですがそれは、ここからもう終盤のため、通常のいつものパターンが減っていくからな。というわけでまずは35話、ジロー、デンジエンドの最後。なんかタイトルからして不吉。光明寺博士を探して、旅を続けるミツコたちだが、今回博士は、山奥の田舎で農夫をしていた。ええー、ほんとすごいおじさんだな。そこへ突然大量のカラスが、博士に襲いかかってくる。何事？実はダークが送り出した、ロボットガラスだった。そこへジローが駆けつけて、博士を逃がした。おう、ようやく博士と直接接触できた。ジローに助けてもらい、トラックで逃げる博士だが、カラスたちは執拗に追いかけてくる。それどころか正面のガラスを割って、車内にまで入ってきた。これヒッチコック監督の鳥だね、もう。一方ジローはカラスを撃退しつつ、博士を追いかけていた。だがそこへ、ダークの新たなロボットが立ちはだかり、邪魔されてしまう。なんじゃこりゃ？正体はカラスをモチーフとしたダークロボット、黒ガラス。黒ガラスって、まあそのまんまではあるね。というかカラスというより、ペンギンみたいで可愛いね。これならいつも通り楽勝だね。ところがどっこい、こいつはいつもとは、比べ物にならないくらい強い。俺の強さは、今までの破壊部隊とは違って桁違いだ。その姿でも俺には勝てんぞ機械だ。何？見た目の割に声がめっちゃ渋い。演じられるのは、渡部武さん。続編のキカイダー01では、ワルダーやシャドウナイト、サンバルカンの稲妻ギンガーや、ダイナマンの帝王アトンなど、挙げればキリがないほど、これからの特撮解説で見ていく方になるな。なるほど、道理で強そうな声なわけだね。そんな黒ガラスはブラックアックスという、チェーン付きの斧となっているお金を飛ばす。だがキカイダーは、それを不当で叩き落とすと、一気にとどめを刺そうと、いつもの大車輪投げからデンジエンドのコンボ。勝ったな、風呂行ってくる。ところが、効かない、デンジエンドが効かない。そんなまさか、デンジエンド含めた、あの無敵のコンボが効かないとは。打つ手がなくなったキカイダーは、サイドマシンで逃げる。だが執拗に狙ってくる黒ガラスによって、ダメージを負ってしまう。なんとか逃げ切るが、ダメージのために戦えなくなってしまう。これはかつてないピンチ。しかもそこをアンドロイドマンたちに囲まれて、絶体絶命のピンチに。機械だな、バカ、機械だ、ここにいるぞ。じゃあ誰だ、誰だ、誰だ。あ、あそこ、貴様誰だ。服部半平、ただいま参上。信じられない強さ、ミスタージロー、お助け申すぞ。半平、ミツコさん。キャー、半平かっこいい。ジローのお株を奪うほどの活躍を見せる半平。しかしその間にとうとう光明寺博士が捕まってしまう。父親を助けるべく、ミツコはトラックを運転。アンドロイドマンたちにそのまま突っ込んでいく。ファイナルベッド。見事アンドロイドマンたちから、父親を救出することに成功する。これが親子の絆の力か。みんなこれまでの旅でたくましくなったなぁ。博士とジローは眠っているものの、35話にして初めて、家族が全員揃った瞬間である。そうか。1話の時、博士とミツコは捕まってたもんね。マサルもようやくパパに会えて感動だね。それからジローの方は、無事回復したわけなんだけど、このままでは黒ガラスに勝てないとして、自分の体に高圧電流を流して、パワーアップを促した。いやいやいや、死んじゃう死んじゃう。それからダークにバレないよう、居場所を変えるジローたち。しかしロボットガラスがいたために、結局場所がバレてしまう。偵察ロボットとしてはめっちゃ優秀だ。光明寺博士もようやく気がついたので、再び場所を変えようとしたその時。よく聞き、機械だ。
お前はダークの戦士なのだ。お前はダークの命令に従わねばなら、この幼児を連れてこい。何してんの？何をする？ギロやめて！何をするんだ？ギロ！ギロ！やめて！ギロ！ギロ！ギルの笛のせいだわ。うわあ、いつになくジローが笛の音に操られちゃってる。この回以降いよいよギルの笛も本領発揮していくこととなる。マサルの起点がジローを救った。クラクションの音がギルの笛の音をカットした。マサルナイスフォローすぎる。なんとか自我を取り戻せたジローはアンドロイドマンたちをバッタバッタと倒していく。チェンジ！とうとうお前の死ぬ時が来たな。ロラス、行くぞ。聞いてもらった通り、ここからいよいよキカイダーにも挿入歌が投入されてくる。僕らのキカイダー、めっちゃいい曲だね。でいよいよキカイダーは黒ガラスと再戦する。しかし一度破れているせいか、防戦一方のままとなってしまう。ほんと強いんだな、黒ガラス。倒れ込んだキカイダーを掴んだまま空中へと舞い上がる黒ガラス。そして空中から地面へと落とす、ブラックフライという技を食らってしまうキカイダー。どんどんと崖っぷちへと追い込まれていくキカイダーは、反撃とばかりに電磁エンドを放つが、やはり黒ガラスには全く通用しない。2回も食らわしても全くダメだった。2回食らわしてもピンピンしてるとか、ほんと硬い。今度は黒ガラスの番とばかりに、前回かわされたブラックアックスで、キカイダーの体を拘束する。身動き取れないところへ、くちばしをドリルのように回転させる、カラスドリルで攻め立てる。そのくちばしドリルになるんか。カラスドリルで攻められ、崖から落ちてピンチとなるキカイダー。だが脱出スクリューという技で、ブラックアックスのチェーンを引きちぎった。これに驚いた黒ガラスの隙を突き、空中キックによってダメージを与える。おう、やっとダメージが通った。ライダー投げ！ライダースパース！うおっ！おう、キカイダーがまさかの光線技。あの電流を流したことで、いろいろパワーアップした能力。ここ一回だけだが、光線技を放つことができるようになった。これでついに強敵の黒ガラスは倒した。だがまたこのゴタゴタで、博士はどこかへ行方をくらましてしまった。またかー。せっかく会うことができたのにな。そんなことをしても貴様にはこの悪の戦士を完成させてみせるぞ。ゴミオジ！プロフェッサーギルが完成を目指す秘密兵器、キカイダーよりも強い悪の戦士とは何か。そしてゴミオジ博士は迫り来るダークの魔の手から逃げ延びることができるだろうか。出しはするぞゴミオジ。いよいよあいつの出番が近づいてきた。ということで次は36話、狂ったジローが光明寺を襲う。また不穏なタイトル。今回登場するのはクワガタ型のダークロボット、クワガタブルー。頭のハサミを発射する、クワガタハサミ飛行という技も持つ。挟まれた人間は当然死ぬ。相変わらずギル派、頭の角部分飛ばすの好きだな。近接戦闘では、胸部からカッターがせり出し、これで壁や岩、敵を切り裂くことができる。これはなかなか怖い武器だね。最大の武器は目から発射する光線、クワガタ縛り。
これであらゆる機械の動きを止めてしまう。今回もなかなか強そうな敵だね。クワガタブルーの目的は銀行強盗であり、例の最強ロボットを作るための資金を集めていた。ちなみに被害総額は、推定5000億円らしい。当時のだから恐ろしい金額。ロボット作るのやめれば、一生合流できる。当然それを止めるべく、ジローが現れる。スカイダーに変身して戦うが、サイドマシンにクワガタ縛りを浴びせられ、全く動かなくなってしまった。そうか、機械の動きを止めてしまうのか。弱ったスカイダーを頭のハサミで抱え上げ、さらに追い詰めていく。さすが終盤だけあって、今回も相当やばいね。不利を悟ってエアークラフトで、ひとまず退散しようとするスカイダーだが、空中で飛行中に、クワガタ縛りを食らってしまう。前回は光線技で倒したのに、今回は光線技でやられるとは。この攻撃で機械ダーの血とも言える、潤滑油が漏れてしまった。そのため体が動かなくなってしまう。人間で言ったら、大量出血状態か。機械ダーが動けない間に、今度は農協を襲うクワガタブルー。するとそこでたまたま警備員をしていた、光明寺博士と遭遇する。そんな偶然あるんかい？っていうか追われる身なんだから、農協警備する前に、自分をまず警護しとかないと。クワガタブルーに襲われそうなところで、マリという新聞記者が邪魔に入り、そのごたごたに紛れて、うまく逃げ出していく博士。相変わらず逃げるのうまいな。何？光明寺が見つかったと？いよいよ悪魔カエルの使える時が来た。ダークアカイル隊、人手ぶらせ。お呼びですか、プロフェッサーギル。お前はあの農協へ行って、光明寺博士をこのダーク基地まで連れてくるのだ。他のことには目をくれるな。お前の使命はそれだけだ。あの裏切り者の光明寺をダークの手先、悪魔の戦士にしてやるのだ。承知しました、プロフェッサーギル。お言葉ですが、プロフェッサーギル、光明寺はすでにどこかへ逃げ去っています。あれだけのことをやられて、のこのこ農協へ戻っていくことはないでしょう。光明寺を満足に捕まえられなかったくせに、余計な口出しをするな、クワガタブル。これを見ろ。奴は事件の重要参考人だ。少なくとも現場検証の終わるまでは、農協に釘付けにされる。行け、初手紫。行って光明寺を誘拐してくるのだ。その頃ジローは光子によって、ようやくなんとか修理を受けていた。しかしそこへクワガタブルーが襲撃し、彼女たちを人質にしようと連れ去っていく。おう、いきなり出てくるとは。そこへ修理によって完全回復した、ジローがすぐさま駆けつける。クワガタブルーは再びジローを再起不能にしようと、すぐさまクワガタ縛りを放った。でももはやネタが割れているため、ジローはすぐさまジャンプしてそれをかわす。所詮は初見殺しの必殺技だったか。すぐさま機械ダーへとチェンジし、今度こそクワガタブルーを倒すべく、戦いが始まる。いつものコンボかと思った。ちょっと違う。ウルトラキックというパワーアップで身につけた新たな技だな。この終盤に来て新たなコンボが生まれるとは。ジローがクワガタブルーと戦っている頃、ギルの指令によって人で紫が行動開始。指令通りに光明寺博士を襲い、連れ去ろうとする。ついに博士も捕まってしまうのか。そんな博士の危機をジローは感じ取ると、なんかウルトラサインみたいなので取る。博士を助けに、すぐさまジローが駆けつけるんだけど、機械だよ。お前はダークに生まれたダークの戦士だ。お前はダークの戦士なのだ。
ギルの体内に組み込まれた不完全な良心回路がギリギリの抵抗を試みる。ギルの笛に勝てるかジロー、ギルの笛に負けるなジロー。うわあ、またこの最悪なタイミングで。そんな苦しむジローの姿を見た光明寺博士は、人手紫に叩きつけられたショックで光明寺の失われた過去の記憶は戻った。しかしここはどこだ。ミツコは、マサルは。うおー、ついに光明寺博士の記憶が。せっかく博士は記憶を取り戻したが、肝心の次郎はギルの笛で暴走寸前。この町を、この国を、私だ。わからないのか次郎。あんな笛に負けるな。良心回路を掴んだ。ジロー、ジロー、僕らのジロー。ギルの笛と光明寺の言葉の中で、ジローの良心回路は混乱し、オーバーヒートを起こした。ジローの全機能は停止してしまった。よくやったぞ、機械だ。これでお前も立派なダークの戦士だ。光明寺はどうなる。内部衝突を起こしたジローの体はどうなる。動け、動け、ジロー。人手紫をやっつけろ。というものすごくいいところだけど、次も長くなりそうなので、ここで一旦区切るのぜ。次こそはあいつが出てくるよね。間違いなく出てくるのでお楽しみに。それではまた。ギルの魔力に負けたジローは、光明寺博士をダーク一味に引き渡してしまった。その現場を目撃した女カメラマンの知らせから、博士誘拐の犯人として警察に捕らわれの身となったジロー。その間に光明寺博士を得たダーク一味は、ついに恐るべき悪の戦士ハカイダーを完成させた。対決を迫られるスカイダーの運命は。次回、ジローの弟強敵ハカイダーをどうぞお楽しみに。